アラブ共和国連邦の軍艦機、アラブ共和国連邦は、1972年3月に、エジプト・リビア・シリアの3カ国で、国民投票が行われ成立した、反アラブ主義国家の名称。エジプトのアンワルア、イコールサーが、大統領、シリアのアフマド・アルハティブが首相を務めた。エジプトはさらに踏み込んだ統合を求めたが、リビアやシリアは完全な合併には賛成せず、 国旗などの象徴的な統合にとどまった。モハメド・アンヌメイリのスーダンは短期間加入と脱退を繰り返した。連邦は1972年7月1日に建国し、1977年11月に解体した。赤、白、黒の半アラブ色に金色の暗い種族の鷹という国旗は各国でその後も使われたが、1977年11月に、 エジプト大統領のサーダートがイスラエルを訪問したことに反発したリビアのムアンマル・アル・カザーフィーが国旗を緑一式に変えたことを皮切りにシリアのハーフィズ・アル・アサドは1980年にエジプトは1984年にこの国旗の使用をやめた。ありがとうございます。